こんにちはジミーです今回のテーマはですね、えー「調子に乗ることは悪いことばかりではない理由」というお話をします。まああの「調子に乗る」という言葉を聞くと、えー、悪い意味で解釈する場合が多いと思います。えー「調子に乗るな」というふうに子どもの頃からよく言われたものですね。一方で「えー、調子に乗る効果」っていうものは、えー、悪いものばかりではありません、えー。大きな成果を出す時っていうのは調子に乗ることも重要な要素というふうになります。 謙虚な人や慎重な人ほどですね調子に乗ることを自ら戒める傾向にあります結果としてチャンスをものにできないということにもなりかねません今回は正しく調子に乗るための考え方と守るべき指針について解説をしますこのような流れになっています早速一つ目調子に乗るなという戒めについてですねまずこれ意味は何だったかというと調子に乗るという言葉にはですね大きく二つの意味があります こちらコトバンクより引用してますけどもまずはですね仕事などに弾みがついて順調に進むという意味がありますそしておだてられて得意になって物事をするいい気になって軽率な行動をするとこれがまあよく使われる意味ですね2番目の方になりますけども一方ですね悪い意味だけではなくて順調に進む軌道に乗るという意味も本来含まれているということが分かります私自身ですね昔からまあお調子者というふうに言われることもありましたけども調子に乗って失敗した経験というのは数えきれないほどあります まさにいい気になって軽率な行動をしてしまった結果だという風に言えますねこのような場合ですね調子に乗るなという教訓を生かすことで行動を改善することが確かにできます一方で、ね、いい気になっていなくてもですねうまく物事が進んでいると周りから悪評を買うっていうこともありますよね出る杭は打たれるという文化が影響しているように思われます そのため少し物事がうまく進むと周りを見ながらブレーキをかけてしまう人もいるんですね。必要以上に戒めが強すぎてチャンスに行動できない人も多いように思います。せっかくうまくいっているのにいい流れで来ているのにブレーキをかけるのはよくありません。いい流れに乗っている時の効果をしっかりと認識するべきでしょう。ということで次にいきます。調子に乗る時のすごい効果を認識します。 2つあるんですけども1つ目がですねまず発想力と推進力ですね調子に乗っている時っていうのは先ほどの定義にもある通り弾みがついて順調に進んでいるような時です気分的には非常に良い状態ですね意識せずとも自信を持って前向きに考えることができます そのような時っていうのは人の発想力力力と推進力っていうのののは普段の何倍もの力が期待できます憂鬱な気分の時にですね前向きなプロジェクトのアイデア出しをしたところでまずいいアイデアっていうのは出てくるはずはないんですね。毎日仕方なくやっている仕事では発想力と推進力が発揮されることはありません。 いつも画期的なアイデアを出す人っていうのは前向きで仕事にも情熱を持って取り組んでいる人です。これは能力の問題ではなくて大部分はもう心の持ちようの問題なんですね。順調に物事が進むことが多いのはこのような前向きな人たちでしょう。調子に乗っている状態っていうのは発想力と推進力を伴って物事を大きく動かすのに必要であるというふうに言えます。 二つ目でですす。ね、自流を捉えるっていう概念です大きな成果につなげるときっていうのは、一種のです、ね、爆発力が必要になります。タイミングを逸することなくですね、力を短期間で注ぎ込むべきときがあります。 様々な仕事で繁忙期と閑散期っていうのがあるようにですね大きな時流の中でメリハリをつけることが求められますごく短期的な時間軸で考えてみるとゾーンに入るっていう状態がありますよねゾーンに入った時っていうのは時間の経過も忘れて没頭することができますすごい集中力と効果をもたらしますね誰もが経験したことがあるはずです その時間をわざわざ中断してしまうということは非常にもったいないことですここぞという時っていうのは時流に乗って大きく飛躍することが必要ですね天狗になっていると自流を見誤るということにもつながりますけども正しい時流において持っている力を集中投下するためには調子に乗っているという状態が非常に重要な意味を持つことにもなります はい。それを踏まえて次です。えー、調子に乗る前に身につけるべきことということのお話をします。まずですね、一つ目は自分への過信を捨てて反省の習慣を持ちましょうという話ですね。人は常々、えー、謙虚であれというふうに言われます。しかし、えー、いくら注意していても、調子に乗っている時というのは、今まではしてこなかったような判断をしてしまうということが起きるものなんですね。人間誰でもそのような性質があるということを認識しておくべきでしょう。 つまり、完全にいい気にならずに調子に乗るなんていうことはですね、えー、不可能であるというふうに考えるべきなんですね。えー、論語の有名な一節がありますね。講師がこのように言っています。70にして心の発するところに従えどもノりを超えずと。 まあ70歳になってようやく自分の心の欲するままに行動しても人の道から外れることがなくなったよと、こんな解釈になりますね。逆に考えればですね、孔子ほどの人物でも、60代までは良くない心を制御する必要があったっていうことなんですね。普通に働いている私たちであれば、何歳でこの境地に立つことができるのか分かりません。おそらく300歳ぐらいになるんじゃないかなと思います。つまり、無理があります。 そのため、いい気になるっていう前提で考えていた方が良いということになります。その方が自然ですね。 そこで必要なことが日々の反省です、えー、毎日振り返ることで、えー、行き過ぎた言動を反省して、えー、微修正をする機会を得ることができます調子に乗る前つまり飛躍の自流を捉える前から毎日自分を振り返る習慣をつけておくことが大切ですはい、次、えー、調子に乗る前に身につけるべきこと2つ目、えー、正しい目的意識を持つということですね、えー、毎日振り返る際に厳格な指針がなければ振り返る意味がありません正しい目的意識を常に見据えることが必要です 自流を捉える前から毎日意識して考えて身につけるべきですね大きな自流に乗る時ほど今まで目立たなかった欲望がすり寄ってくるということもあるでしょう金銭欲ですとか名誉欲そして相手を懲らしめたいといった復讐心が大きくなることも考えられますつまりこのような欲望以外の大義名分っていうのを明確にすることが必ず求められます 最低限道から外れない反省をしたらすぐに軌道修正ができる自分を持っておくためには正しい目的意識っていうのが必須ですいい気になって周りが見えなくなって修正不可能な地点まで来てしまえばどうしようもありません大義名分を正しく持つことができれば浮つくことはまああったとしてもですね大きく外れることは少ないでしょうまた目的意識を明確にしていれば他者からの批判的な目があったとしても臆することなく必要な自流に乗るということができるはずです はいい次最後の項目正しく調子に乗る力をを得て飛躍を待つという話です落とし穴の存在を認識して正しい目的意識を持ってそして反省の習慣を身につけることができれば正しく調子に乗る力を得たということになりますあとは自流を捉えて臆することなく調子に乗って突き進むのみということです この準備ができてこそ成功する準備が整ったというふうに言えます。ただこれだけ準備をしていてもいざ調子に乗ると突き進む中でですね判断を誤ることもあるでしょう。それでも再起不能になるような選択をしてしまうことにはならないはずなんですね。来たるべき飛躍の時を見据えて今できることっていうのはそのための準備をするということではないでしょうか。以上でですす今回はこのあたたりり失礼いいししままごご視聴ありがとうございました